コリアノサウルスは、韓国のトカゲ、を意味する、長脚類恐竜の属である。コリアノサウルスの化石は2003年5月、大韓民国全羅南道北条群の南海岸に、ある非トリ恐竜欄化石地の後期白亜系、ソンソレキ岩層で発見された、ホロタイプ KDRCBB には、頭蓋骨を描いている部分骨格。パラタイプは、KDRCBB1 と KDRC。 bb3 である。タイプ種は、コリアノサウルスボソニエンシスで、発見地にちなんで命名された。タイプ種は、はじめ2008年にイ・レギルの修士論文に記載され、その後、2011年に正式に、ミンイ・デギル、キム・ジョン・キュン、リム、ジョン・ドク、パスカル・ゴダ・フロイトによって出版された。コリアノサウルスは著者らによれば、基盤的な長脚類のメンバーで、ゼフィロサウルス・スカッフィ、 オロドロメウスマラケオリクトドロメウスキュビクラリスとクレードを形成すると推定された。これらは穴を掘るを生活様式であるとされている。また判断によりコリアノサウルスはゼホロサウルス科のメンバーであるか密接に関連している可能性が指摘されている。ありがとうございます。